桜川千代介は、梅交流江戸芸カッポレの家元で、現在の芸名は、桜川宝の入船、本名は、近藤隆弘。日本に4名しかいない宝冠でもある。日本舞踊、獅子舞、任は、三味線など数々の江戸芸に精通した、水人。カッポレの始まりには、諸説あり、真実は、はっきりしていない。一般的には、江戸時代の大阪、 住吉大社で五国法上を願った住吉踊りに始まったと言われる。その後、お座敷芸へと変わっていき、宝冠や落語家などの踊りとして定着していった。最盛期は江戸末期から明治までであり、大正昭和と時を経るにつれ人気は下火となっていく。現在のカッポレは昭和40年に主婦近藤祭司が、 初代桜川ピン女師匠のカッポレ道場に入門したことから始まる。近所の奥さんに頼まれてカッポレを教えたのが梅交流カッポレの始まり。桜川バイコはお座敷芸であるカッポレを浅草サンバカーニバルを見た時パレードのできる大道芸に発展させようと思いつき、その結果現在全国4500人の門弟を抱えるまでに発展。梅交流江戸芸カッポレは 数々の文化功労により、文部大臣賞、東京都文化功労賞などを受賞。また、日本の古典文化を世界に伝えるためヨーロッパを、はじめとして、中国、ハワイアメリカなどの式典に招待され、日本は、もちろんのこと海外にまで、活動の場を広げている。2008年現在、法官は日本で4名のみで、その中の一人が、桜川千代介である。本来、 太鼓持ちは、俗称で、法官が正式名称である。法は、助けるという意味で、間は、人と人の間、すなわち人間関係を表す意味。この二つの言葉が合わさって、人間関係を助けるという意味となる。宴会の席で接待する側とされる側の間、客同士や客と芸者の間、雰囲気が途切れた時楽しく盛り上げるためにつないでいく、遊びのスケット役が、 交換すなわち太鼓持ちである。太鼓持ちの名前の由来は諸説あり、その中から一つを紹介する。太鼓、秀吉の乙ぎ集で非常に基地に富んだソロリ新在衛門ゆう侍がいた。秀吉の機嫌が悪そうな時は太鼓、いかがで、太鼓、いかがでと太鼓を持ち上げて機嫌取りをしていたため、機嫌取りが上手な人を太鼓を持ちから 太鼓持ちというようになったと言われている。ただしソロより新左衛門は実在する人物かどうかも含めて謎が多い人物なので単なる伝承である可能性も高い。日本古来から習慣となっている宴会イコール園は設置日に五国宝城と八百万の神を崇拝しおみき役物を神仏と共に食する直来の打ち上げから来ていると言われる。 戦業の奉還は元禄の,の頃に始まり、揚げ代を得て職業的に確立するのは法暦の頃とされる。江戸時代では吉原の奉還を一流としていたと伝えられる。ありがとうございます。